試合振り返っての、はい、感想からお願いします。いや、もう少し殴り合えたらいいかなとは思ったんですけど、あのプレッシャーかけた時にもう向こうが際に際に下がっていったんで、もうそれだったらもう押しちゃえわと思って、もうちょっとなんか向こうも押し出されないようにプレッシャーに来るのかなと思ったんですけど、まあ、向こうが一方的に下がった感じだったんで、まあ、ああなったらまあ自分のもう思うツボっていうか、まあ、徐々に自分もプレッシャーかけながら、まあ、あと中盤に飛んできたハイですか、はい、まあ、あれもちゃんと見えてて、まあ、あれもかわせたんで、まあ、すごくあの部分も良かったんじゃないかなと思います。あのハイキックが来るっていうのは想定済みっていうか、もう来た瞬間にもう来ると見えたんで、まあ、練習もしましたし、はい、それがまあ、ね、うまくかわして、その後もバックブローみたいなのも飛んでましたけど、まあ、やっぱしっかりそこも、ね、密着して食らわないようにできたので、もう課題としてはね、結構なんかその素人が見たらなんかしょうもない試合に見えるかわかんないですけど、なんか格闘技ファンから見たらなんかコアなとこがいっぱい詰まってたっていう感じはあるんですけど、ね、やってた方自分で、まあ、そういう感じかなと思います。はい、木戸選手が結構あの仕出しはダメだみたいなアピールしてましたけど、もう少しあのプレッシャーかけてくると思ったんですけど、いや全然押し出しダメって言ってあそこまで下がられてももうどうしようも反応なかったですよね。まあ、でも逆にあれは振りかなっていう自分の中で押し出してくれよみたいな振りなんかなと思って押さないで押さないでってあのよくダチョウ倶楽部がやってたやつあるじゃないですか、もうあれだなとしか自分の頭の中で思ってなかったんで、はい、いやもう思い通りに押し出してあげたと、はい、もうだから木戸選手ね、よくインスタでなんかフラメンコみたいな格好してダチョウみたいな格好してやってるんで、やっぱそれの振りなんかなと思って全てが、はい、押し出さないで押し出さないでって言うけど、あれは押し出して怪我ささないでくれよアピールだったと思う。あと試合後にはい、ちゃんこでも食べましょうとおっしゃってましたけど、はい、今も変わらず。そうですね、すっごいもうなんか拍子抜けするぐらいいい人で、はい、回った時からまあでもしっかりね、まあ、僕も相撲の現役時代からやっぱ土俵の外ではもうフレンドリーだったんで、土俵の上上がってこそ、リングに上がってこそね、やっぱり戦いだと思ってるんで、その外でね、なんかごちゃ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 やってもね、お客さんは喜ぶかわかんないですけど、本人たちはね、それでなんかいい思いしないんで、まあまあ、すごい今回はね、会った時に向こうが攻撃的に来るんだったらと思ってましたけど、向こうが本当に、まあ、ああいう感じだったんで、ね、すごくいい感じが、あれだったですね。他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、では日刊さんから。すみません、日刊スポーツの方です。まあ、こう直前に決まったっていうことがあって、まあ、ああいう感じだったと思うんですけど、もうちょっと試合上、その試合リングとかの上ではもうちょっとバチバチにこうさっきだった戦いをしたかった感じじゃないですか。あれ見てさっきだってないと思ってたってことですか。いや、そうは思わないですけど。そうですよね、やっぱり立った人間には分かるんですけど、両方お互いこの駆け引きがあるじゃないですか。それでピリピリしてる空気は何かしらあるんですよね。だからそれをやっぱり肌で感じるのと見て感じるのは全然違うと思ってて、まあ、自分の中では結構向こうも、まあ、インローとかハイとかも蹴ってきましたし、まあ、しっかりやるべきことをやってああいう結果になったわけじゃないですか。自分も結果、まあ、向こうもああいう下がってそういうフォームになったからああいう結果になったわけであって、まあ、あれはあれでね、ピリピリしてないっていうか、ね、しっかりその試合には、まあ、なったんじゃないかなと思ってるんですけど、もう周りは見たらピリピリしてないっていう空気はあるかもわからないですけど、自分たちの中ではピリ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 はしましたよ、リングの上では。何かご質問ある方。はい、では順番に。はい、今後。いや、今後っていうか、ね、今後っていうか、まだ負けてもないしね、まあ、どん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 、まだ練習して強くなって、ね、巌流島盛り上げれたらいいかなと思うんですよ、はい、言った通り、まあ、次も出ますけどね、ずっと やり続けるっていうのは変わらないんで。では続いてデイです。すみません、補足で、デイ、巌流島がやっぱり主戦場で、まあ、僕は谷川さんにスカウトされた身なんで、もう谷川さんにプロデュースは全部任しっきりなんで、
はい、誰が相手連れてこようが受けますし、何をやろうと向こうが来ればやるんで、はい、もうそれだけです。よろしいですか。では、テルツヨ選手のインタビューです。ありがとうございます。